ホテルスクリーブパリ玄関横の名盤。1895年12月28日に、ルミエール兄弟がここで世界初の映画上映を行ったことを記している。ホテルスクリーブパリマネージドバイソフィテルは、フランスパリ旧区にあるホテルであり、アコーホテルズがソフィテルのブランドで展開するホテルの一つである。パリのオペラ座があるオペラ広場資金。 カプシーノー通りとスクリーブ通りとの交差点に面している。1860年地区の建物は6階建てであり、2007年に改装されている。客室数は2010年現在では213室あった。1階と地下にレストランやサロンドテ等がある。装飾はフランスの建築家、インテリアデザイナーのジャック・グランジュが担当した。同ホテルは、 日本の旅行ガイドブックでは比較的小さく扱われているが、前述のオペラ座はもとより、ルーブル美術館等の観光地、さらにギャルリー・ラファイエット、プランタンといったデパートへも徒歩で行ける範囲内にあり、オペラ広場に面するインターコンチネンタル参加のホテルルグラン等とともに、旅行者の間では観光、ショッピング等での立地の良さが評価されている。また、交差点の向かい側にはかつて、 パリ三越があったが、2018年現在では近くにユニクロもあるなど、オペラ座界隈からパリメトルピラミッド駅周辺、サントノレ通りに至るオペラ大通り界隈の日本人以外に位置している。日本初のツアーの宿泊地となることもあり、ブッフェスタイルの朝食ではご飯と味噌汁が出ることもある。建物は1860年に貴族の乗馬クラブ、 ジョッキークラブの本部として建てられた。現在でもホテルの調度品に馬の縦紙を使うなど、その頃を忍ばせる演出が行われている。建物の1階にはカフェ、グランカフェがあった。このカフェには、第二次世界大戦末期、アーネスト・ヘミングウェイや、ロバート・キャパ、アンリカル・ティエ・ブレッソンといった著名人が通い、オリジナルカクテルを楽しんでいったと言われる。 中でもこのカフェを有名にしたのは1895年12月28日にルミエール兄弟によって行われた世界初の映画上映とされる。このカフェの地下にあったインドの間においてシネマトグラフを用いた記者の到着等の作品が有料公開された。現在、ホテル内にグランカフェはないがホテルの玄関横にこの事実を記した名板が掲げられている。 また、ホテル内に、カフェルミエールと名付けられたカフェがある。スプレンダーエクスクルーシブスクリーブ、HIS パリ支店の日記パリのホテルスクリーブ、AB フランス観光開発機構、パリのレストランカフェオープン情報、ホテルスクリーブに、カフェルミエールオープン。ありがとうございます。